あ、いけるんだ。うわ、なんか出てきた。ぶっちゃけ欲しいよな、羽。取っていきましょう。で、なんか出ましたよね。待ってな、いろいろとね、いけるところがあるんだ。うわ、こんなところに。なるほどね、あそこがステージの入り口っぽいね。これどうなんだろう、中に入る的な感じかな。入れました。そういうことね、そういうことね。本来そうやって撮るんだよね。一応こういうこともできるっぽいね。じゃあ開けとく。そう、これで近道が完成しました。オイラに飛び込んでごらん。なるほどね、ショートカットができるようになりましたよみたいな。これは便利だ。これですかね、350。入ってみましょう。うわ、おー、当たった。砂漠のコースか、砂漠ステージで、入り口はやはりこの場所ですね。ゴビバレー砂漠、ゴビバレー砂漠。こっちはなんかあんのかな。あ、いらっしゃった。こんにちは。姉さんのベッドルームには臭い靴下がぶら下がっているのよ。わしのチャームポイントをお水から。美貌と強さと丈夫な歯、いいことですね。ベッドの横の花瓶にはツバツバの木がいけてあるの。悪趣味。彼女のでかいパンツはチャキチャキ色なのよ。見たくない。かわいそうにエネルギーが、あ、そうですね、ちょっと一撃浴びてしまいました。ありがとうございます。で、あとこっちですよね、気になりました。うーわー、絶対今来るところじゃないわとりあえずゴビバレー砂漠行きましょう。よし、多分この状態で向かわないと通れないやつだよね。まあ多分強引に通ればいけるんだろうけど、ダメージ覚悟とかそういう感じだったら。よし、割とギリギリですね。ああ、いらっしゃった。2回目、本日2度目。汗かきベティは魔女スクール時代のグランチルダの親友よ。グランチルダは暇な時週刊イボイボインを読んでるわ。大好きな象の汗を飲みながらね。今のが3つ目か。すげえな。
どんどん出てくるね。面白いぐらい出てくるんだけど。さあ、ゴビバレー砂漠です。頑張っていきましょう。まずはね、周りを見るところからですよ。いました。こんな早くからいるの。マジか、マジか。ダメージ受けちゃった。で、新しいアクションがあるっぽいね。待て待て、このシューズだよね、ちょこちょこ磨けるやつ。あー、多分これを教えてもらうんでしょうね。そしたら、フローズンズン山のね、あのレースもできるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。僕はトランカー、雨が降らないかな。ぜいぜい、もうしなびちゃいそうだ。自分の木の実でも食べたら、おっちゃんって言ってる。コラカズイ、トランカーさん、卵や羽ではダメですか。ダメだよ、水が欲しいよ。お水を持ってくるのかな。これ卵だけかな。多分飛ぶだろうからさ、ちょっと羽欲しいっすよね。で、ハチさんが集まってますね。よし、では行きましょう。うーわー、なんか広そう。とりあえず分かるところからどんどん取っていっちゃうか。音符さんね、まあ音符さん優先でいきましょう。あとはね、多分どうとでもなるっちゃなると思うんで、俺絶対触れないよ。俺絶対触れないからね、今の手には。え、これいけるかな。はい、いけるいける。よしよし。うわ、魔法の絨毯ある。うわ、ロマン。で、あそこに長靴あるね。で、音符もありますね。長靴で取るのかな、音符を。で、飛べる。お、ちょっとサムネ用に欲しいな。サムネ用に欲しいな。うわー、鼻づまりだ。鼻炎仲間じゃん。仲良くできそう。やっぱそういうことだよね。リアル。リアルやな。ジンクシーの中へどうぞ。張り切ってどうぞ。行きます。なんか流れのままにやっちゃったけど、当てたっぽいっすね。よかったよかった。で、四隅に音符が4つあるかな、これは。よしよし。まずは通って、はい、乗って、これ多分入れるのかな。うわ、食べてる。うわー、神社。ちょっと羽も補充したいな。オッケーオッケー。うわー、結構長いね、道のりが。そんなんでもないか。
食べさせたら移動できるみたいな感じかな。ジグソーありますね。もうちょいこっち。ただ結構判定が甘い感じあってまだ優しいですね。さあ1個目です。ありがとうございます。フラット大丈夫だよな。お、当たった。おお、倒して。でね、コメントいただいたんですけど、これの反動でね、降りるときね、降りたらダメージね受けないっぽいんですが、これ使っちゃうとどうなんだろう。結構ね、降りながらね制御する派なんですよ、操作を。これやっちゃうとさ、最初から落下地点決めていたら大丈夫かなって思うんですが、どうなんだろう。あんま気にしなくてよさそうだったらこれからはやろうかなって思うんだけどね、トランカーさん。じゃあ飛んでみる。うわ、あれ怪しい、あれ怪しい。絶対これでしょ。やっぱ開きましたね。では早速行こうか。さてと、とりあえず音符取ろうと。結構音符ありましたね。こんにちは。やあ、いらっしゃいやる。私、名前はルビー。ルビー、何かお探しあるか。あたいたちお宝探すあるよ。笛吹き兄ちゃん、それ上にあるあるよ。上に、上にある。上にあんの。あ、ほんとだ。え、どうすんの。これっぽいな。ヒスタップあるよ。お手伝いするあるよ。ありがとうございます。うわー、めっちゃ伸びてんじゃん。これで上行くのか。ありがとうございます。うわー、マジか。え、もう一回やるのかな。よし、今度こそ。ありがとうございます。さあ2個目です。制限時間あったのね。さあ1回こっちに移動しちゃうか。多分なんかくぐる系もありそうだよね。ちょっと分かるところからやってみよう。とりあえずなんか飛ばないことには始まらなさそうなので、これくぐるんじゃない。ちょいむずいな。まあしっかり角度つけていけばいいか。イニシエのリングをすべて呼び出すべし。さすれば魔女を倒してやろう。マジか、言ったな。サボテンさんのとこなんもなかったわ。くぐったらなんかあるかなって思ったけど、よし2つ目。結構難しい通り方しちゃったな。
さあ3つ目、であそこだね。4つ目、5ぐらいあるんじゃないかな。うわ、ワンアップある。うわ、だいぶ近い。ありがたい。さっきのはジョークだ、マジかよ。これで許せ。おお、ジグソーか、ジグソーさん。まあね、自分の力で倒しましょうということですね。よし、ありがとうございます。3つ目です。とりあえずあれだな、羽補充したい感あるな。多分今後も飛ぶ機会あるんじゃないか。それをもっとあった方がいい気がする。とりあえず分かるとこから行きたいっすよね。ここオンパールから取っちゃおうか。あと体力を回復したいね。出るんじゃないかな。うわ、マジで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 。さあということで戻ってきました。ちょっとですね、同じところでミスをしてしまいましたので、またやり直してるんですけど、ほんとね、なんだろう、ボンミスというかそんな感じなんですが、ちょっとマジで苦手かもしれん、ここに乗るの。ではですね、お次はこの辺行こっかな。まあ飛ばなくても多分来られたと思うけど、怖くない？え、なんかやんのかな、ここ。さあ40です。で、ここにもあるか。さあ44、45。なるほどね、いけちゃうのか。これは？なるほど、入れると。入っちゃいますか。って思ったけど、こっちじゃなかったわ。ここでしたね。それならね、先に取っちゃおっか、こっち。50です。半分いきました。こっちは？おお、ハニガムさんだ。あ、ジンジョーもいる。いける？あ、いけたいけたいけた。よし、方向は間違ってないので行きましょう。なんだ？わあ。え、待って待って、はめられてるはめられてる。どうしよう、もう無敵でいいや。
え、わ、なんか神経衰弱的な感じ。パターン多くないっすか。まあでも全然いけそうかな。よし、ありがとうございます。これで4つ目かな。ありがとうございます。次どうしようかな。またなんかあった。うわー、急ぐ系か。了解です。ちょっと頑張ってみよう。マジか、音符もあるか。これちょっときついかな。とりあえず一回上まで行っちゃおう。めっちゃ煽られてるけど。取れる？取れた取れた。多分ここから行くのかな。そういう具合か。履いてしまった。せっかく履いたので何かないか見てみたい。あった、取りましょう。一個取れなかった。いや結構時間きついな。重曹持っとる。マジでこういうのの勢いとかでいけないって思ったけど、シューズっぽいよな。とりあえず音符取っちゃうか。70だね、これで。71。やば、危ねえ。あ、あったあった、モグラ塚。こんにちは。これはターボシューズです。チキンちゃんがこれを履くと一定の時間だけとても速く走ることができます。まさにこれですね、レース含め。ありがとうございます。バンジョーすごいぞ。君はこのゲームの全てのアクションをマスターしたぞ。マジか、これで全部か。バンジョーがマスターしたってことだから、カズイヤまだあんのかな。多分そんな感じかな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。
そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。